このキャンプから外に出てみようか一回。ちょっと待って待って、何チーター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 がいる。はあ、こんなとこまで。ああ、出てよしよしよし、倒しましたよ。倒したが逃げていく逃げていく。追っかけない方が得策か。というわけでキャンプの外から一回出てみましょう。こっちのツタを登るか、こっち行けそうなんですよね。何が浮かんでるこれ。カバが浮かんでる。乗れるのか。乗れた。さて、よっしゃよっしゃ。さあ宝箱を開けて、子犬を見つけた。25番目と26番目と27番目だ。このツタに登りましょう。ガチャク、話を聞いてほしい。彼らを家へ連れて行きたい。あの場所を見せたいんだ。彼らは僕と同じだ。だから僕は彼らの力になりたい。なんて言ってるの？さあ、ガチャック。ガチャック。何か気にしてたみたいだったね。樹木木の上の家を、これ樹上って読むのか、樹上の家の方を見ていたようだったけど、ツタを飛び移って先に進もう。ここではコマンド飛びつくでツタをつかみ、その間コマンド飛び移るで次のツタへと飛び移ることができます。なるほど。さあ、じゃあ飛び移ってやっていきましょうか。これターザンさんが落ち込んでない？大丈夫？ちょっとしっかりしてよ。さてと、ターザンさんが見つめる先には何もありませんから、虚空を見つめてますから。じゃあツタをこう飛び移るよし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 。まさかこれ、何、登れそうなツタだ。ちょっと待って、こっちのさ、こっちのこれは無視、こっち無視、飛び移る無視、登れそう、登れるんだったらさ登ろうぜ。何ここ、これが木の上の、樹上の家ってやつか、樹上の家ってやつなのか。お、なんだ、花はしおれていて元気がない。なるほど。ここジャンプして乗って乗る。でこれもしおれている。どうしたら花が開くのだろう、わからない。あ、ほら、流れますよ。樹上の上への道。待って、カーチャック、聞いてくれ。誤解しないでくれよ。俺はただ、そう、あのゴリラの足元に蛇がいたんだ。むしろ、あいつを助けてやったんだよ。クレイトンさん、なんてことしたの？だから誤解だよ、ミス・ジェーン。ゴリラを狙ったわけじゃなくて。いい、あなたは二度とゴリラたちに近づかないで。そんな、たかがゴリラ一頭に大げさな。
ぞ。この俺があんなガキと小娘に。ゴリラどもめ、必ず捕まえてやるぞ。一頭残らずだ。何としても居場所を突き止めて。くそ、やりやがったな、やりやがったな、とうとう。あの音は絶対やりやがった。あれ、ハートレス、ハートレス、ハート何これ、サルハートレス、モンキー、かわいい、かわいい、ハートレスさん。しかし攻撃力は強いようだ。うわー、乱れ引っ掛けしてる。よっしゃ、さあモンキーハートレスさんを倒しました。プロテス組を手に入れた。ん、なんだ、ゴリラさんとあの一瞬で何があった。ちょっと待って、一回回復しておいて、さあここからどうするのか。こっちかな、竹やぶの中かな。うわあ、ファイヤー組を手に入れた。エアロガ組を手に入れた。よし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 。あ、まだいる、まだいる、まだいる。いっぱい出てきた、後ろから。懐かしい顔。どうしよう、どうしよう、怖い怖い、行くの怖い、行くの怖い。メスのモンキーかな。なんかいる、なんかいる。ちょっと待って、ポーションよしよしよし、これだったらもう無敵だよ、無敵だよ。シェル組を手に入れた。なんだ、なんか飛んでった。出やがった、痛いよ、もう。ちょっと待って待って待って、なんか あれが落ちてません、あれが、なんだったっけな、キセル、そう、キセルが落ちてました。そこの高台に、高台って言ってもそこまで高台ではありませんが、てか全然高台ではありませんが、そこの高台にキセルが落ちてました。クレイトンさんかヘリントンさんか分かりませんが、あの人のものでしょう。どこに行ったのか、襲われたのか、まさか。チータ強くない、いけるか、追い詰めろ、いけ、もう畳みかけて、よっしゃ、ギリギリだった。ほんとキングダムハーツ難しいわ。ホワイトファングを手に入れた。あれ、ジェンがいないや。どうしたの、ターザン。知らない、匂いする。ジェン、危ない。木の上の家の方、ジェンの匂いする。なんだかわからないけど、とにかく急ごう。木の上ですね。ターザン、黒い大きな実が怪しいわ。黒い大きな実、あ、これお、なに、クレイトンさんがテントに来て、それから先はよく覚えてないの。クレイトン？タク、逃げてきた。みんな捕まった。ゴリラを助けなくちゃ。やめろ！
レイトン。クレイトン、違う。クレイトン、違う。何起きた？ショットガン持ったおっさん相手？おっさんがボスですか？うわあ、撃たれてるし。くそ、やってやんぜ、それだったらよ。それだったらやってやんよ。よいしょ。ああ、狙ってきてる。たくさん狙ってきてる。その銃とか引きようじゃない？銃とか引きようじゃないですか？倒しました？早くない？あ、さすがに早いっすか。人間ですもんね、相手は。うわー、びっくりした。コントローラーを机に置いたらブラブラブラ。なんすか、なんすか、浮いてる、浮いてるし、痛いし。ポーション。よし。なんすか、あんた。何かね、操られてるんですかね。それとももう、このクレイトンさんのこの武空術なのか。よいしょ。さあ、攻撃を当てれていっております。攻撃を受けなければ、どうにか戦えるんじゃ。いやー、何、気持ち悪い。カメレオン？カメレオンさんの上に乗ってるのか。なるほど。危ない！タコ殴り。もうこの人だけ。もう一点集中。もう何回やり直したかわからない。やっぱキングダムハーツのボスはすごい強い。今日はこれぐらいにしといたろうか。頼む、もうお願いします。よし。このカメレオンさんを倒しました。あとはあそこのクレイトンさんだけなんですよ。深呼吸して。吐いてるだけだった。深呼吸とか言いつつ吐いてるだけだった。よし。そんな話をしていたら倒しました。やったぜ、達成感あるわ。ほんとこのキングダムハーツすごい強いもん。はあ、楽しかった。ターザンの家。ここが？じゃあ、あれ？滝の音が反響してるんだわ。友達いる。友達会える。そうか。いって心のことね。心の中の友達。心。なんだよ、そういうことか。友達、心同じ。クレイトン、心なくした。心ない、友達見えない。心ない、一人ぼっち。勝手言ってごめんな。
わわあった。いや、僕らは仲間だもんね。王様のじゃないんだね。ドナルドが気に入ったみたいね、彼女。ダダメ、聖騎士アザザユ。あやあやあや。また夜が明ければお別れ、夢は時幻に、あなたを追いかけて。レスを送ったのだ。あのハンターが呼び寄せたのさ。あの男の強い欲望がハートレスどもの餌食となった。少々餌をやりすぎてしまったようだけどね。結局自分が食われちまった。ハートレス、あの男のような脆い心で扱える代物ではない。問題は少年の方だ。ついに鍵穴まで見つけおった。何、他の鍵穴を見つけるにはまだ時間がかかろう。それにもう一つの目的に気づいている様子もない。プリンセスってやつかい。プリンセスは着実に我らの手に集まりつつある。そして今また一人。